ミルクって黒だるまが怖いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。くそ、なんで出ねえんだよ。俺の全財産の100円を入れてガチャを回したってのにミルクが出ないなんて。くそ、ついてないぜ。あ、ドア。ドア。あ、あ、あーそぼー。今の全部だるまかよ。だ、あれ、見間違いか。よし、それでは今日の授業を始めるぞ。ちょっと待った、大変だ、すまない先生。ん、どうしたんだい、ミスター赤ちゃん。とにかくやばいんだって。今さっき黒だるまが大量に出たんだ。何言ってるんだ、ミスター赤ちゃん。いやいや、本当なんだって。なあ、ミスターブラック、お前も見たよな。ちょっと何言ってるかよくわからないです。はあ。第一、科学的に考えてだるまが動くなどありえません。いや、本当なんだって、信じてくれよ、すまない先生。ああ、仕方ないな。そこまで言うなら本当にいたのか確かめに行こう。ミスター赤ちゃんが言っていたのはこの辺りだよな。本当にだるまなんか。お、あれは村か。さてと、もう少しで村に到着。で、待った、ここさ、空洞になってるじゃないか。そんな、せっかくここまで来たのにあっちの村まで渡ることができない。ここから落ちたらひとたまりもないしな。仕方ない、ここを渡ることはできなそうだから諦めるしかない。ん？待てよ。そういえばここに、なんか糸が張り巡らされてるね。これに触れると、なんか仕掛けが作動するとか、すごい。お、もう、すごい、これはすごいぞ。進んだ瞬間に、勝手に床が出てくる。ってことはここ、おお、なるほどなるほど。パッと見は通れないけど、普通に橋ができるのか。なんてハイテクなんだ。さあ、村に到着したけど、黒だるまがいる様子はないな。普通に村人さんたちが平和に暮らしている感じだから、やっぱりミスター赤ちゃんの話は嘘だったのかもしれないな。ま、一応こっち側まで探してみるか。さてと、ん、あそこに村人さんがいる。ちょっと話しかけてみようかな。おい村人さん、ここら辺に黒だるまは来なかったか。黒だるま、見てないですね。ああ、そうか。それじゃあ黒だるまが出たっていう噂とかないかい？な、どうしたんだい？あ、いや、なんでもないです。黒だるまが出ることはないでしょう。どうしてだい？黒だるまは100年前にお札を貼られて封印されたのですから。今はどうか知りませんが。ああ、そうか。ありがとう。どうやら黒だるまはやっぱり来てないらしいな。ほら、やっぱり黒だるまなんかいなかったじゃないか。いや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 、確かに見たんだ、黒だるまが走っていくのよ。時間の無駄でしたね。私の時間返してくれませんか。いや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 、確かに見たんだ。早く帰るぞ、ミスター赤ちゃん。ふん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 。あー、くそ、どうも納得がいかないぜ。俺は確かに昨日黒だるまを見た。それに昨日話した村人、なんかケラケラ笑ってて怪しかったよな。俺だけこっそり村に行ってもう一回確認しに行くぜ。ふーん、今日もいい天気だな。ふーん、
あれ、今日ミスター赤ちゃん休みか。ん、これはどうしたんだいミスターブラック。先日私たちが行った村に大量の黒だるまが出現したようです。なんだってってことは昨日ミスター赤ちゃんが言っていた話は本当だったのか。どうします。もちろん今からその村に行ってみんなを助けに行く。よっしゃ、バレねえようにこっそり村に侵入するぜ。そろそろ夜が明けるな。で、なんだ村口さんたちがやけに騒がしいな。走り回ってやがる。一体何があったんだ。今のところは黒だるまの野郎は出てねえみてえだが。ああ、やっぱり。あいつは黒だるまじゃねえか。やっぱり俺の目には狂いはなかったぜ。だが黒だるまは一匹か。俺が見た黒だるまはもっと大量にいたけどな。おい村口さんたち、早く逃げろ。あいつが黒だるま。くそ、このままじゃこの村はって。うわ、嘘だろ、2体目の黒だるま。おい村口さん、早く逃げるんだ。そこにいると危ねえぞ。逃げろっつってんだ。そこの村口さんも早く逃げるんだ。タラタラするんじゃねえって。どう、あーそーぼー、やべ、逃げろ。逃げるんだ。でもそのままではあなたが。うるせえ、早く逃げろっつってんだよ。わかりました。くそ、こいつめちゃくちゃ重いぜ。くそ、もうダメだ。大丈夫かミスター赤ちゃん。へっ、来るのが遅かったじゃねえか。疑ってしまってすまないミスター赤ちゃん。へっ、そんなことよりも誰も。ミスターブラック、ミスター赤ちゃんを頼む。かしこまりました。あの黒だるまはセキュリティハウスを作って必ず倒す。よし、それじゃあ今から対黒だるま用のセキュリティハウスを作って黒だるまを全員ぶっ倒してやる。それじゃあまずは黒だるまを誘い込むための通路を作っていく。まずは道を平らにしてっと。よし、オッケー。そうしたら地面は全部黒曜石にしていく。黒だるまはジャンプ力が高いからな、黒だるまでも飛び越えられない壁を作っていく。よし、オッケー。これだけ高い壁があればさすがに黒だるまでもジャンプで飛び越えることはできまい。そうしたら閉じてしまった通路を解放していく。次は黒だるまを落とすための落とし穴を作っていく。さあ、これだけ広ければ黒だるまもはまるだろう。次に落とし穴の側面は全部岩盤ブロックで敷き詰めていく。こうすれば壁が絶対に壊されることはない。そうしたら床部分も全部岩盤にしていく。そうしたら次は避難用の空間を作っていく。最後にこの落とし穴にはまった黒だるまを倒すために上から爆弾を降らすための装置を作っていく。よーし、オッケーだ。しかしこのままでは起動しないからレッドストーンで爆撃装置を起動できるようにしておく。はい、ということでね、ついに完成した黒だるま用セキュリティハウス。おお、すごいね。この高さなら黒だるまも突破してこれまい。で、今回の作戦なんだけど、あっち側から黒だるまがこっちに向かってね、僕のことを追いかけてくる。そしたらね、ここには超巨大な落とし穴がある。ここまで黒だるまを引きつけたら僕はエリトラを使って、はい、こうやってね空を隠していく。そしてこちらの空間まで退避する。ここまで来れば
黒だるまをこの落とし穴の中にはめることができる。そして落とし穴にはまった黒だるまに対してはこの上からの TNT で爆撃をしていく。これなら絶対に勝てるはずだ。それじゃあ今から黒だるまを誘導していこう。さあ来た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 、ついに来たぞ黒だるま。一体だけじゃなくてできれば複数体、僕のことを見てほしいね。こっちにまだ2体、いや3体もいるのか。こっちを見るんだ、すまない。さあこれで僕のことを敵視したはずだ。でこの黒だるま全然動かないじゃないか。仕方ない、黒だるまひとまずはこの1匹を落とし穴にはめていこう。さあ黒だるまの目の前に行って僕のことを認知させる。こっちに来るんだ黒だるま、すまないすまない。で、あ、痛い、あ、ちょっと悪かった、僕が悪かったから一旦手を止めてくれ。本当に調子になって悪かったから。よし黒だるま来てる来てる、ここまで来て引きつけて今だ。よしエリトラで隠して黒だるまが、よしいいぞ、落とし穴に入った。これでまずは1体目確保。よし今の要領で何体か黒だるまをこの落とし穴にはめていく。さーて黒だるまは、お、すごいな、5体ぐらい溜まった。よしひとまず村にいた黒だるまは全部この落とし穴の中に入れた。あとはね TNT を降らせば、すまない、いけ。さあこれでどれぐらいのダメージが、お、いいね、だるまも弾け飛んでかなりダメージを与えている。10分の1ぐらいは削ったかな。よしそれじゃあもう一丁これを食らえ。これだけの TNT を当てれば、よし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 、お、黒だるまが勢い余って出てしまった。まずいな、投下しすぎるのは良くないかもしれないけど、2つ目、あ、黒だるまが戻ってきたぞ。さあ2連続のダメージはかなり入っている。じゃあもう一丁いっか、すまない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 、3連撃、これもかなりダメージを与えるはずだ。ってまずいな、岩盤が壊れたのか、なんか楽しくなってきちゃったな。いや、すまない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 、よし6連撃ぐらいいけ。よし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 、あ、すまない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 、くそ思ったよりもだるまの HP が多いな。よし食らってる食らってる、これだけの TNT を使っても倒せないのか。このままじゃまずい。逃げていったようですね。太陽が沈んだと同時に黒だるまは逃げていきました。それってつまり昼間しか活動できないってことか。おそらくは。しかも同じ方向に逃げたということはあちら側にアジトがあるのでしょう。なるほど、だったらだるまの巣を見つけて僕が倒してきてやる。それじゃあ行ってくる。ならばこちらを持って行ってください。な、これは何だい。先ほど私が作ったお札です。それで黒だるまを封印できるでしょう。ありがとうミスターブラック、それじゃあ行ってくれ。さーてと、黒だるまは確かこっち側に逃げていったよな。何か、ん、あそこにあるのはネザーゲート。なるほど、あそこから来ていたのか黒だるまは。だったらあの奥に黒だるまの巣があるに違いない。これは一刻も早く太陽が昇る前に黒だるまを封印しないと。な、ちょうど黒だるまが入れるくらいのサイズだな。よし、ここに入って黒だるまを止めに行こう。よいしょ、さ、いけるか、いけるのか。あ、うん、あ、どうやらネザーに来れたみたいだ。さて、だるまは一体どこにいるかな。ん、なんだか道になっているようだけど黒だるまのいる様子が全くないな。あれ、左側に大きな穴が開いている。この穴を通ってきっと、あ、黒だるまが来たに違いないけど、アスレチックがあるな。マグマアスレチック、落ちたら即死、これはどうにか突破するしかないようだ。太陽が昇るまで時間がない、急いで行こう。すまない、さ、ここは落ちないように、すまない、なあ、すまない。よし、順調順調、このまま、すまない、なあ、最後の1個、すまない。よし、オッケー、なんとか突破することができたね。さあこの先に進んでと。おっと、これはなんだ、上の方にディスペンサーみたいのがあるけど、これは何かあるのかな。ん、レバーが2つ、
なんかちょっと危ない雰囲気あるけど、レバーって押したくなっちゃうよね。まあ、押しても大したことは起こらないでしょう。すまない。ん？え、待って、え、待った、上からだるまが出てきたんだけど、ちょっと、しまった、これは押してはいけないボタンだったみたいだ。どうしようかな、しまったな。今僕は武器を持っていない、黒だるまを倒すことができない。一体どうしたらいいんだ。ん？そういえばさ、さっきもう一つレバーがあったよね。これ押してみるか。すまない。ん？何が起こったんだ？上から光が、あ、上からマグマが出てきた。って待った、あの黒だるま、マグマを食らってないじゃないか。一旦マグマを止めて。くそ、マグマが効かないなんて、そんなのありかよ。一体どうすればいいんだ。あ、待てよ、そういえばこっち側に扉みたいなものが、あ、あった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 、扉がある。よし、ここから逃げていこう。すまない。あ、この先に嫌な予感がする。もしかして誰もが溜まってるんじゃないか。よし、この扉を開けてみよう。すまない。な、これは、このだるまは今まで見た中で一番でかいぞ。うん、悪いが黒だるまは封印させん。なんだと。我々が復讐を果たすまでは絶対にこの黒だるまは封印させない。復讐だって？私はだるま一族の生き残り。だるま一族？100年間もの間私たちは封印されてきたのだ。だから封印された復讐を果たすために全ての町をめちゃくちゃにしてやるのだ。よって悪いが貴様には今ここで消えてもらう勇者だ。はっ、は、早すぎる。すまない、今のはミスター赤ちゃんの分だ。ミスター赤ちゃん、無事でいてくれ。気がついたか、ミスター赤ちゃん。ここはどこだ？病院です。ミスター赤ちゃん、疑ってしまって本当にすまない。お詫びと言ってはなんですが、こちらをどうぞ。物で釣ったって許さねえからな。そうですか、仕方ありません。このミルクは他の方に渡しますか。え、それではミスター赤ちゃん、また来るよ。おい、ミルクよこせ。